こんにちは、柴田です。今回は Zoom が新作リリース発表をいたしましたので予習をしていきましょう。 Zoom の新作嬉しいですね。今一番新しいのは G2-4。 これねめっちゃいいんですけど、思ったよりはね人気が出なかったなというふうな感じがしております。やはりね、未だに人気があるのは MS50G と G1-4 ですね。まあ価格帯ですかね。G2-4 はね、ちょっとお高めというか、まあ23,000円なんでね、そんな高くはないんですけど、MS50G と G1-4 はね、それよりも10,000円ぐらい安いんでね、やはりね、そちらの方に人気が偏ってるかなというふうな感じはします。で私、シーバードはですね、G3 が出た時からずっと買っていて、G3、初期の G3 ですね。そして MS50G、G3N、G1-4 を G2。その間に G11 も購入しております。今ね、ここでね、G11 はね、眠ってるんですけれども、新作が出るたびに購入し続けておりまして、まあもちろん今回も買いますが、今回の新作がなんとですね、MS50G プラスと、大人気 MS50G の進化系なんですよ。価格はなんと12,900円。これはね、大ヒット間違いないでしょうね。コスパめっちゃ良さそうです。というのもね、ご覧いただいたらわかるかと思うんですけれども、G2 の匂いがしますよね。このね、キーカーソル。ついにね、MS50G でフット操作ができる時が来ました。これはね、皆さんが求めていた機能なんじゃないかなというところで、これがついてるだけでもう購入する価値があるんじゃないかというぐらい素晴らしい機能だなと思います。G2 が出る前にこれどうなのかなと思ってたんですけど、意外とねしっかり踏めるんですよ。 MS50G がね足で操作できればねもう完璧ですよね。ではプラスのね売りを読んでいきましょう。100エフェクト内蔵、最大6つのエフェクト同時使用、まあ、この辺はね初期 MS50G と変わんないですね。むしろね初期型 MS50G の方がバージョンがね3までアップされているのでエフェクト数はね多いと思います。まあ、おいおいね、バージョンアップされるかと思うんですけど、G2-4 よりはエフェクト数がね、多くなるんじゃないかなというふうなことが予想されます。進化した点としては、まあ、先ほどのね、キーカーソルもそうなんですけれども、マルチレイヤー IR のプリアンプが内蔵ということで、これはこれはですね、スペックは G2 なんじゃないかというふうな感じですよ。見た目は MS50G。でも中のスペックは、G2 に近いんじゃないかなというところでね、これね、かなりね、お手頃ですよ。ちなみにね、マルチレイヤー IR っていうのは、まあ、アンプとかキャビネットのね、この空間というか、距離感みたいなものをですね、しっかりと作ってくれるような機能になっていて、細かくアンプの距離とかを決めるわけじゃないんですけども、自動設定ではあるんですけれどもね、非常にいいですよ。で、あとはですね、エフェクトの種類によって液晶のバックライトが変わると。まあ、このね、色が変わるシステムは G11 に搭載されてるんですよ。まあ、大した機能じゃないなと思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、結構ね、これね、便利ですよ。マルチってプリセットによってエフェクトの位置が変わるじゃないですか。いつも歪みがこことか、空間がこことか、そういうのが決まってないから、結構こうね、変動するんですよ、パッチ切り替えの時に。それがね、色で分かってると、こう直感的に操作ができると。ライブの時はね、かなり役立つんじゃないかなと思います。そしてチューナーもかなり進化してるっぽいですね。で、あと専用アプリでパッチの編集が可能。これはいいですね。11月中旬発売というところで待ち遠しくてしょうがないです。まあ、個人的にはですね、G2-4 と G11 のね、アップデートを期待はしてたんですけれども、新作の方が早かったなと。まあ、G11 に関してはね、結構ね、価格がね、それなりなので、できれば長く使いたいなというのがあるんでね、アップデートはね、してほしいっす。という個人の感想はあるんですけれども、MS50G プラス、11月中旬発売12,900円ということで、要チェックです。ご視聴ありがとうございました。チーバードでした。